こんにちは、川崎です。今日はカレーを食べます。今日もレトルトのカレーなんですが、今日食べる、レトルトカレーはこちら、メガ盛りカレーチーズがっつり 300g 入ってる、レトルトカレーを食べます。で、今日これを、7つ用意したので、ルーだけで 2100g あります。で、ご飯は一升炊きました。それでは早速作って食べます。はい、というわけでメガ盛りチーズカレー、完成です。まあ、完成って言っても、ルーを温めて、ご飯の上にかけただけなので、まあすごいお手軽なカレーです。そして今日の材料費です。メガ盛りチーズカレー7個で、740円でした。はい、それでは早速いただきます。ルーがめっちゃ濃厚です。チーズの、まろやかさもあってすごい美味しいです。うん、うまい。
というわけでメガ盛りチーズカレー完食です。ごちそうさまでした。メガ盛りチーズカレーめちゃめちゃ美味しかったです。ただやっぱカレーなんでね、めちゃめちゃ熱いです、食べ終わった後が。でもカレー自体はそんなに辛くなかったんですが、やっぱりチーズの濃厚さがあって、マイルドですごい、美味しかったです。すごい食べやすいカレーでした。このメガ盛りカレーなんですが、他にもいろいろと、タイプがあって、黒カレーだったり、辛口のカレーとか、あと、ノーマルの中辛のカレーとか、いろいろ種類があったん で今日はちょっとチーズ気になったのでちょっと買って食べてみたんですが、とても良かったです。他にもいろいろシリーズあるので、買って食べてみたいなと思います。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いいたします。以上、川沢でした。